はいどうもこんにちは、フル。ね、今ここにねマイニューギアがあります。これね八重洲の FTM500D なんで、あの 50W のタイプですね。 50W のタイプの、2m43mm のモービル FM 機ね、手元にありますと。これ Bluetooth 内蔵でね、 C4FM 対応ワイヤーゼックスできるやつですね。まあなんでかという話はまた別動画にしますけど、まあこれ必要に迫られてね、買いましたということでございます。ちょっとね、アンボックス開けていきましょう。ね。せっかくなんで、まだ東京も開けてないんで、皆さんと一緒に開けます。ででーん、はい、なんかこうなってるよっていう、ね、親切なイラスト付きですね。親切ですね。開けていきますよ、はい。保証書。あとね、液晶欲しいとね、サービスでいただいております。ありがとうございます。で、取扱説明書。これ注意なんですけど、他のね、詳細編とかね、ワイヤーズ X 編とかはね、ネットでダウンロードです。八重洲のサイトからは、ゲットしてください。あと、ね、新機能紹介ペーパーがありますね。なんか、500D は結構先進的なね、モービル機みたいでね。インターフェースも変わってますし、あと、音がね、スピーカーがデュアルになってるとかね、いろいろいいとこあるということが、まあ、様々に書いてありますね。あと上の方にボタン来ましたね。東京 300D も持ってるんですけど、だいぶインターフェース変わってるのとタッチパネルになったらしいんですよね。まあ、今回の動画はまずアンボックスしていきます。なんで、先ほど金具。これマイク金具ですね。マイク金具。それからこれは、ブラケットのネジですね。ブラケットのネジ。それから電源ケーブル。あ、いいのついてますね。しっかりしてますね。はい。それから、これが多機能マイクですね。これは 300D と同じに見えますね。はい。八重洲のね。SSM85 デルタですね。85デルタ。これついてますと。で、本体ですわ。ちょっと行ってみよう。よいしょ。これはいきなりですね。ワンストップになってるんですね。くっついてます。前はね、顔だけ外れたりしてたんですけど。こういうことですね。じゃあ出していきまーす。でねー。はい、はい、はい。大迫力ですね。はい。で、これがね、モービルブラケット。で、こう電源ケーブルの半分切ってましてね。この2極の、ケーブルがついていると。あとこれ 50W 機なんで、裏にファンがついてます。冷却ファン。で、M 型コネクター。あとデータ端子、それから、外部スピーカーが1-2になってますね。1-2でついてますね。すごいなで、このブラケットは簡単に外れるっていうのが八重洲さんのノリで、ここ多分レーバーですね。これこっちは外れましたね。うん、ベリーイージーですね。車つけておいても気軽にね、出せると。やっぱりね、こうビッグヘッドってのわかりますか？ビッグヘッド、こうね。この筐体ってね、多分ね、300とか200と共通なんですよ。でもヘッドだけビッグなんですよね。で、こんな風になってるということですね。はいはい。で、これね、マイクロ SD カードスロットついてますね。これね、多分ヘッド外れるんですよね。あ、外れました。あ、簡単ね。で、ショートケーブルで繋がってて、で、こうなってる。で、ここにね、ネジ穴あるでしょ。これがね、別のね、なんだ、スタンドとくっつけるためのね、ネジ穴でね、これでうまくね、このヘッドだけをね、車内でマウントしたりできるようになるって、もうなんか最高のモービル機ですね。はい。まあ、とりあえず箱開けてみましたと。ちょっと電源入れてみましょうか。はい、電源入れますね。はい、じゃあね、安定化電源つないでみましたんで、まずパワー入れてみましょうか。パワーオン。あ、入りましたね。はい、八重洲おなじみのね、C4FM 機ではまずコールサインを登録しないと電源が、使えないということでね、ファンクションを押して、これもしかしてタッチパネル打てる？あ、打てる。おお、すごい。オスカータンゴホテル、あ、すごい大進化。あ、タッチパネルすげえっすね。決定、あ、違う、長押し、はいはい、再起動ですね。 JK3OTH、 あ、出ましたね。はい、これで設定完了ですね。すごいな。うん、ちょっともうこれね、ピロピロ剥がしましょう。よいしょ。で、せっかくなんでね、もう保護シート貼っちゃいますね。東京ね、これね、貼るの苦手っていうか下手くそなんですよね。汚かったらごめんねって感じですね。まあまあ許してください。東京のリグなんで。
こちらですね、液晶保護、こっちが吸着面と。あ、できたね。まあ、ちょっと気泡あるけど許しましょう。はい、保護シート貼れました。まあ特に問題ないですね。これでね、今アンテナついてないんでね、何とも言えないですけどね。今上がこれ、コールモードになってるのかな、 FM ですね、はい、で下がバンド変えてみようか。43085いいですね。はい、これボリュームですよね。あ、ボリュームつける。あ、これで、あ、なるほどね。はい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 、こっちサブだろうね。そう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 、これなんだ。あ、これファンクションのサブダイヤルか。はははだから主要さこれで変えるんですね。でちょっとディスプ切って、これで上下入れ替えですね。でこっちはメモリになってるから、これを VFO にしてバンド切り替えてあげると 2m と 430でこうやってデュアルになると。でディスプも出ると。まあこんな感じですね。ちょっと使い方にまた今度詳しく説明しますけどね。とりあえず起動できたところまで来ましたというところですわ。はい、ね、簡単になんでこれ買ったかっていう説明だけね、ちょっとしばらくしますね。あのハムフェアね、東京行ったんですよ。でその時ね、移動運用したくてね、東京ね、あの有明のホテルをね、2月にとってね、もうやる気満々でね、ハイフロア指定ってのしてね、高層階の北向きシティビューお願いしますって、ホテルにお願いしていい部屋もらったんですよ。でどうせいい部屋でやるんだったら 50W で無線したいなと。しかもまあ花のワンエリアですからね、 430-2m の FM だろうということで、50W 吹ける機械をね持っていこうと思ったんですが、頼りにしてたケンウッドのね、TM721 がね、あの 35W 出るはずだったんですけど、実は 20W しか出ないっていうね、動画で、ね、出したと思うんですけどね。でがっかりしまして、で991持って行ったんですよ。で991がね、4キロぐらいあるんですよ。何キロだったかな。991はね 4.3 キロもあるんですよ。でね、あの正直ね、めちゃくちゃね重たい。で991と安定化電源と、あと外でやることに備えてモバイルバッテリーでしょ、これ3キロぐらいありますね。それから三脚、同軸ケーブル、ヤギアンテナ、マグネット機台、モビルホイップと思っていたんですよ。でもカバンがね、もうあのスーツケースがちぎれそうなぐらい重くなったんでダメだと。で991は HF やるんならいいんだけど、やらないんだったらこれ持っていかなくていいし、891もあるから、891もね1キロ台なんですよ。 1.9 キロでこれがね 1.4 キロなんですよ。だから891と500持っていっても991よりはるかに軽いんですよね。1キロ軽いと。で、VU だけでいいんだったら、これ 1.1 キロなんで、なんと 3.2 キロの軽量化に成功するということでね。で、50W 機のモービル機を買おうと決めまして、昨日無線ギアさんね、まあ、おなじみ日英さん行って、ね、いろいろ相談した結果ですね、候補は ICOM4100 で、それから、東京持ってる YS300 で、それから 200D でもいいと。あ、別にモノバンドでいいんで、モノバンド中がシングル受信でいいんで。で、500D だったんです。500D がやっぱり受信音がいいとかね。あとは最新でタッチパネルになったとか、いろいろ機能も良かったんで、ちょっとお高かったんですけど、頑張って 500D を買いましたと。あとね、八重洲にしたのは、D スターはね、705とか31とか52とか持ってるからできるんですけど、これですわ、これ。ワイヤーズ X のコネクションキット。これで当局はポータブルデジタルノード PDN ができると。実は 300L でもできたんですけど、300D でもできたんですけど、これ買えばね、ワイヤーズ X もいけるなっていうことで、あえて 500D を増設しましたって話になりましたね。はい。ってなとこですわ。はい。じゃあ、とりあえず、これ、アンボックス編終わりました。動作確認終わりです。ありがとうございました。